賞金女王トライアル運命の最終戦です。第12レース、早くも6艇ホーム側へと移ってきました。1番スマイルテラッチ岡山の寺田知恵、2番みなぎる闘志岡山の金田由紀子、3番ストロングマザー静岡の長島真希、4番なにわのレディースナイパー大阪の高橋敦美、5番イーグルビーナス岡山の森谷美穂、6番パワークイーン香川の山川美幸です。このカード3番の長島と6番の山川は決定戦は無事故完走条件、1番寺田、4番高橋、5番の森谷は1着で自力の決定戦です。1コースは1番寺田知恵、抽選の女神が与えた最大のチャンス、1着なら決定戦全てをかけます。2コースが2番金田由紀子、2戦目に涙、決定戦がその手をすり抜けていきました。3コースが決定戦1枠へ虎視眈々、3番の長島真希、4コースは4番の高橋敦美です。そして本番も5コースに入ってきました、6番の山川美幸。決定戦高枠狙いたいんですが、枠番に歯ぎしりです。ここは5コーススローから一定ダッシュとなりました。サイアウト6コース、5番の森谷美穂。体型は5対1。賞金女王トライアル最終戦第12レース、インコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。1番と2番が好スタートを決めていきました。出ていく1番、2番、さらに5番、一周1マーク、逃げる1番の寺田知恵、差しを狙って2番の金田由紀子です。トップ争い、1番の寺田と2番の金田、スタートは前提正常でした。1番のうち並びました2番の金田由紀子、そしてその後ろチャンスを伺う3番長島真希、一周の2マーク、2番の金田を包もうとする1番ですが、差しに構えた2番の金田が振り切りました。先頭は2番の金田由紀子、昨日の雪辱、先頭は2番の金田が2周目に入っています。2番手1番の寺田、3番手が3番の長島です。2周の1マークトップ旋回は2番の金田由紀子、2番手が1番の寺田、3番の長島が3番手、上位の3艇は2番、1番、3番、2番手3番手の定冠は僅差です。2番手1番の寺田を猛追する3番の長島真希、その後方は大きく水が空いています。2周の2マーク、1番のうち入る3番の長島真希、両者競り合いながらホーム側1番握ってかわしました。2番手は1番の寺田ががっちり確保、3番の長島3番手、上位の3艇は2番、1番、3番です。4番手以降は5番森谷、4番の高橋、6番の山川となっています。最終の1マークをトップでターンしたのは2番の金田由紀子、2番手は1番の寺田、3番手が3番の長島です。上位3艇は2番、1番、3番、この組み合わせ3連単のオッズは 75.6 倍を指しています。昨日は大変悔しい思いをしました。2番の金田由紀子、ここは先頭、最後の直線構成トップで戻りました。2番手が1番の寺田、3番手が3番の長島です。上位の3艇は2番、1番、3番。第12レース、まもなくゴール。2番五輪、1番五輪、3番五輪、5番五輪、4番、6番五輪です。以上前提五輪しました。第12レースの確定は1着2番、2着1番、3着3番、以上でした。